まあでもこれで安心するのはまだ早いのかな。うん、次はデイ20までにフォロワー10万人にしろみたいなことを言われそうな気がするな。なんだか私だけ相手を恋人と思ってて、いつか気持ちの大きさが釣り合わないせいで破滅が待っているんじゃないかなって不安になっちゃう。うん、急だよね。私ピのためなら何でもするからもっと愛してね。 Love forever。 まあでも好感度はこの辺キープでも割と問題ないのかな。100に行かなけりゃ大丈夫かな。あーちょっとまずいな。コマンド一通り見てみたんですけど、闇度が大きく下がるようなコマンドがなくって、下がっても1とか2とかそんなもんなんですよね。とりあえず一回動画サイトを見て、コミュ力を上げておきましょう。とりあえずバランスよく全部のパラメータをバランスよく整えるっていうのは超むずいと思うんで、初見でやることじゃないと思うんで、だから上げれるやつは上げて、1個ぐらいはパラメータ捨ててっていう方にやった方がやりやすいような気がすんな。今日も今日とて陰謀論の話をしちゃおっかな。何しろ受けがいいからね。私ちょっと怖いんだ。陰謀論の話ばっかりしているうちに私も向こう側に行くんじゃないかってちょっとハマりかけてんじゃん。あ、そんな心配しなくてもいいか。それに向こう側もそれはそれで幸せかもしれないし理性的な女ですって言ってたじゃん自分のこと。次は陰謀論の中でも特に好きなマイクロチップの話をしようかな。あ、僕も好きですよマイクロチップの話は。よく、都市伝説の話をする芸能人がいるじゃない。あの人がさ、共演者からマイクロチップ入れましたよねって言われた時に、それは絶対言っちゃいけない。あ、なんかそれ実際にあったやつじゃんそれ見てマイクロチップに興味を持ったの。あの真実っぽさ話したくなったね。なるほどね。陰謀論配信レベル3マイクロチップにご用心。まあでもマイクロチップつってもね、今あるやつマイフェア企画しかないんで、日本じゃ役に立たんからな。マイクロチップ入れても日本はフェリカが一般的だから。ちょっとずっとノータッチだったこの出会いってやつ、これクリックするだけじゃコマンド確定にはならないっぽいんで、一回中身見るだけ見てみようか。何これかわいい。あーでも闇度はちょっと上がっちゃうけど、割とコマンド的にはなしじゃないような気がすんな。これ一回やっとくか、出会い系。あ、配信逃した。あ、もう夕方か。あ、じゃあこれはちょっと翌日に回そう。ちょっと今日はエゴサでもしてみようかな。新しいネタが手に入りそうなので。エゴサやってなかったか今まで。なんだかんだ頂点ちゃんの配信でしか得られない栄養素がある。あ、いいこと言うねはいはいはい。まあ好感度が落ち着いて闇度はちょっと上がっちゃったっていう感じか。つまりアンチがいるのはその分ファンもいるって証拠なんだよ。だからアンチが出てきても むやみやたらに怒らず、それを許せるくらい寛大になれるわけねえオタク風情が自分を棚に上げて偉そうにしやがって、言ってよしそうな、なんだかんだねそういう悪口を言うやつってよくないからな。アンチと戦ってみたら超面白そう、それそれ超面白そうだけど、でもストレスめっちゃ溜まりそうだな。カロリー高めの配信になりそうだな。さあ、じゃあ今日は配信をしようかな。陰謀論配信もなかなか板についてきているのかパラメータの上がり具合もね、うまみある感じなんですけど、ただちょっと偏りすぎかな、陰謀論配信に偏りすぎかなっていう感じがするので、育てていきたいやつ、ゲーム実況かオタクトーク、オタクトーク育てていきたいな。闇配信も結構うまみあるんですけどね、フォロワーが結構増えるっぽいんで、ただ闇度がなかなか上がっちゃうので、今日はオタクトークやっちゃおうかな。女児アニメの話、ちょっとこれ手に入れてから時間は経っちゃってるんですけど、さあ、目指せ神アイドル、女児アニメの話。みんな友達、みんなオタク、頂点ちゃんだよ。大きなお友達のみんなは女児アニメ大好きかな。子供に混じって土曜日曜早起きしてるプリキュアか。ヒーローの方も見てるの。これ別に問題あるコメントではないか。あ、赤いのって赤スパチャっていうことか。私もね、まだ天使見習いで孤独だった時代に、あー読めなかった。女児アニメの素晴らしさってやっぱり純粋さだと思う。あ、わかるわかる。夢見る 女の子たちが将来とか恋とか自分のためにひたむきに前向きに頑張る姿、割と若い頃は そういう内容にねグッとくるものはあんまりなかったんですけど、大人になるにつれて、年を重ねるにつれて、そういう純粋なものに感動するようになってきましたね。見てると私のちっぽけな悪い感情がみるみる浄化されていく。だから好きなんだ。いいこと言うね。私ジョージだよ。拾っとこう。この辺赤スパヒーローの方も見て、これ拾っといていいかな。何の作品が好き？あ、これ拾えないのか、捨てちゃうのか
画面の前のオタクのみんなにもこんな純粋な頃があったと思うと涙が出るね確かにね。あ、よかった2つ拾っといて。終わった、私女児だよ。あ、自分は女児だと思い込んでるおっきなお友達だそれちょっと思ったけどヒーローの方も見てるの？もちろん見てるよ。今度ベルトを見てるんだ。へえ、いいね。割とそういうね、アニメ見るアニメに偏りがないっていうのも素晴らしいですね。アニメじゃねえか、ヒーローの方は。ジョジアニメのアーケードゲームやってた時出てきたレアカード、後ろに並んでたジョジがめっちゃ見てきてしょうがないから譲ってあげるしかなかったことがある。今思い出すとめっちゃムカつく。私の金手に入れたんやぞあんまり性格は良くなかったなさあ、じゃあ続けてデイ12やっていきたいんですが、収録自体は別の日にやっております。で、フォロワーが5万人を過ぎて安全圏に突入したみたいな感じで余裕ぶちかましていたんですけど、結局最終目標は100万人突破が目標なので、ここから本格的にフォロワーを増やしていこうかなっていうふうに思います。さあ、じゃあまずはこのコミュニケーション、傷の舐め合いってやつをやってストレスを下げつつ新しいネタを発見しましょう。さあ、ストレスが下がりの他はちょっと上がっちゃいましたけど、ああ、こうしてピッとイチャイチャやっちゃうと私猫ちゃんになっちゃうよ。なんてのろけはともかく、猫といえばそう、シュレディンガーの猫だね。え、これひょっとしてまた陰謀論配信？陰謀ではねえか、シュレディンガーは。シュレディンガーの猫は。オタクなら一度は通る道だからな、頂点ちゃんも例に漏れずいろいろ調べたものだよ。じゃあ次はシュレディンガーの猫のお話をしますにゃ。エンジェル解説か。シュレディンガーの美少女。あれかな、実際に美少女なのかどうかはあのネット越しじゃわかんねえみたいな見るまでわかんねえみたいな、そういう話なのかな。ちょっと一通り見てみたんですけど、このエゴサってやつが好感度をわずかに下げつつ闇度もそこまで上がらないっていう感じなので、次はエゴサをやりましょう。さあ、何かツイート、頂点ちゃんの顔に生まれてた人生イージーだったのになそう、頂点ちゃん病んだりするけど顔はいいからなその辺有利だよな。みんなのツイート全部見てるからね、アンチはミュートしてるけどね自衛意識も高いな。エゴサしてるとさ、会社辞めて頂点茶の配信だけ見てたいって社会人が割といるんだよ。この人たちの夢を叶えてあげたい、人も街もいっぱい壊して怪獣になりて、散々暴れ回ったのに他の悪い怪獣と戦ったりもするから、人類の敵か味方か審議される、蓄積って読んじゃったあ、オタクトークもレベル上がった。そう、オタクトークをねレベル上げていきたいなって思っていたので。さあ、じゃあ今日は、あ、結構レベル上がってますね、素晴らしい。あ、レベルは上がったもののそこまでフォロワーは増えなそうだな、うん、で、この甘やかし配信系これもレベル上がってフォロワーめちゃくちゃ増えるんですけど、多分このカテゴリーはそんなやんない方がいいのかなっていう気がするんですよね。多分エッチな感じのカテゴリーなのかなって思っちゃうので、できればこれに頼らずフォロワー増やしていきたいなって思うんですけど、でもやっぱ陰謀論配信うまみがすごいなマイクロチップ配信しちゃうか。さあ、じゃあデイ12の、配信ですね。技術はどんどん発展していくから、いずれはマイクロチップで人間が管理されるか。急に始まったな。マイクロチップにご用心。生まれた時に埋められたチップによって操作されていく市民たち、多分チップには操作するほどの効力はないからなNFC ぐらいの効力しかないからな。俺もチップ見たら、これちょっと拾っとこう、興味深いコメント。脳波をコントロールされて市民は偉い人たちに操られるままこれどうしようか、赤スパも拾っとこうかな。拾っとこう、もしかしたらそのチップはもうあなたの腕の中に。あなたが悪いことした瞬間、ボタン一つで遠隔殺人。怖っ、ボマーみたいなリトルフラワーみたいな感じだな。あ、そんな技術があるわけないから安心してね。うん、できたとしても100年後とかそれぐらいじゃないの、今はねいい顔してんないい顔してるわ。ちょっとこれなんか必死ってやつ、あー外れかキャー顔面強そう、長いなこの顔面はい、コメント読みタイム、あ、拾っといてよかったな。うん、俺もチップ埋めたよ。そうなんだ、このこと絶対に他人に話さないでね、病院連れて行かれちゃうよそうね、脳波コントロール怖い、はあ、怖かろう。そんな SF の世界に突入したら本当に怖いね。焦点。あ、いい感じの配信になったんじゃない？うん。さあ、どれ、お、結構増えたな。23,500人増えたが、ちょっとストレスがね、下がっていたのが、また上がっちゃいましたけど。じゃあ、翌日に進みましょう。